皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日は、そんなバナナ風味のプロテインを使ってバナナケーキを作っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。まず材料です。 Bレジェンドの、そんなバナナ風味を、2食分ですね、大きい黒いスプーンを2杯、2杯分と、あとは、牛乳が 70ml、 小麦粉、薄力粉ですねが、50g、 卵が1個です。今回はベーキングパウダーではなくて、重曹を使って、作ってみたいと思います。重曹はですね、2g、用意します。そして、バナナは1本です。以上になります。では早速作っていきたいと思います。まずボウルに小麦粉、薄力粉ですね、こちら 50g 入れます。次に重曹、2g 入れます。そして、そんなバナナ風味黒スプーンですね、こちら、2杯です。なのでいつも飲んでいただいている量2杯分になりますね。はい、まずこのね、粉を入れましたら、混ぜます。今回は、砂糖を使わずに作ってみたいと思いますので、まあ、甘さを出すために、プロテイン、2食分入れてます。で、粉が大体混ざりましたら卵を入れます。そして、混ぜます。こちら卵がですね、粉と、混ざってちょっと水分が少なくなったら、そこに牛乳入れます。もうホットケーキミックスいつも作る要領に、またねプロテインをですね、まあ、2食分とか、お好きなフレーバー入れてもらえばいいんですけれども、ちょっと今ホットケーキミックスがですね、人気でなかなか手に入らない、方もいらっしゃるかと思いますので、今日は、普通のね粉を使って、薄力粉を使って、作る作り方をご紹介しています。はい、こんな感じですね。だいたい混ざりました。では生地ができました。じゃあ次、バナナです。バナナの準備します。バナナはですね、飾り切り用と、あとは、中にね、ドーンと残りの分は入れてしまいますので、その分です。はい、そうしましたら、作っている間にですね、オーブンの方は、180度で、10分ぐらい余熱をしておいてください。そして、生地の方を、流していきます。こういった、パウンドケーキの、型、100均とかにも売ってるかと思いますので、今回はこちらの型を使っていきます。まず生地を、少し流します。で、全部入れずにですね、3分ぐらいまで入れたところで、バナナをですね、先ほど、切った飾り切り用に切った残りのバナナをそのまま入れます。そしてまた上に、残りの生地を流していきます。バナナが隠れる、まで流します。で、注意点なんですけれども、結構ね、重曹って膨らみますので、あんまりこちらの型目いっぱいに入れてしまうと、焼いた時に、生地がですね溢れ出てしまいますので、入れすぎないように注意してください。型の半分よりもちょっと上ぐらいのところまでです。で、そうしましたら上に飾りのバナナを、置いていきます。はい、できました。こんな感じです。で、これで、まあ、お好きな方に、流していただいて、上にちょっとバナナをね、スライスしたものを飾っていただくと、焼き上がりが綺麗になりますので、作っていただければと思います。ではですね、こちらを、200度の、オーブン、で10分間、焼いていきます。
オーブンの方でね焼けましたので、ね、出来上がりがこちらになります。バナナのところがちょうどくぼんで美味しそうに焼けてます。で、今回はですねちょっとちっちゃいのも、作ってみました。先ほどの、ご紹介した材料で、だいたいパウンドケーキのですね型1個分が、出来上がりますので、そちら作っていただければと思います。ではですね今回の、材料と、こちら全部使ったものですね、成分の方を、お伝えします。エネルギーがですね、このパウンドケーキ1本、1本分で、626キロカロリーで、タンパク質が、54グラム、脂質が13グラム、炭水化物が72グラムになります。そしてですね、こちら、5等分したとき、1キレ分の、成分がですね、エネルギーが125キロカロリーで、タンパク質が11グラム、脂質が、3グラムで、炭水化物が14グラムになります。こちらのね、1切れでもですね、タンパク質がですね、11グラムも取れますので、それでいて、お砂糖も今回使っていませんので、カロリー控えめで栄養価の高いおやつが、できたかと思います。ぜひですね、こちらの、バナナケーキの方を、作ってみていただければと思います。では、次回の動画で、試食の方のレビューをしていきたいと思います。今日のバナナケーキ作ってみたいと思っていただいた方、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バナナ入りです。バナナ入りで、そんなバナナで作りました。うん、おいしい。